ワイン輸入商社スマイルは2019年秋季試飲会を9月11日東京渋谷エクセルホテル東急で開催。ホテル、レストラン、スーパーマーケット、主販店などのバイヤーが参加しました。今回の試飲会では200種類以上のワインとフランス、イタリアなどの50種類の新商品が登場、話題を集めました。だいぶこう弊社のワイン自体が非常に多いもので、数えてしまうと500種類以上になるとは思うんですけれども、その中からちょっと厳選したものを今日はお出ししております。売上の話を申し上げると、この駿河3分の2ぐらいになるんですけれども、その後にアルゼンチンワインですとか、フランスワインですね、主流になっております。こう追い風になっている業界がありまして、それがドラッグストア、あるドラッグストアさんに商品結構こう着地もしておりますし、この駿河なんですけどね、チリのワイン、こちらの方が非常に好調に推移しております。アルゼンチンのオーガニックワイン、クマシリーズ。クマとは先住民アイマラの言葉で、クリーンでピュアという意味。有機栽培ブドウを 100% 使用したオーガニックワインです。こちらはパーティー需要などを見込んだワインカクテル、ベリーニ。甘口で低アルコール、微発泡ワインで大変おしゃれなボトルです。スマイルは10月から12月にかけて、チリワイン、コノスルの交通広告を東京メトロ、西武線、東急東横線の各駅で実施することになりました。広告内容は車内の中吊り広告や駅構内のデジタルサイネージ広告などを予定しています。いわゆる交通広告をかなり強化して、12月の16から22に関してはいわゆるジャックですね、その一駅を丸々このスルの広告で埋め尽くすっていうのをやります。かなり露出は上がるものと期待しております。8品種をブレンドした8グレープスというものがまずありまして、オーガニックのマルベック、一番上のクラスの新品種でカルメネール、こちらの3アイテムが今日から発売になっております。一応 EPA というものもあった中で、チリワインにはちょっと逆風の環境にはなってはいるんですけれども、前年を超えるような実績を出ておりますので、今年はより多くの方にこのスルを知っていただきたいというふうに、そういうふうに思ってます。